まず守ります滋賀学園高校のピッチャーは高橋恭成君、キャッチャー杉本君、ファースト岡田君、セカンド田子君、サード東坂君。1回の表、智弁学園岡山高校の攻撃は1番ライト福本君、ライト福本君。Thank you.
回の表、智弁学園岡山高校の攻撃は2番センター奥くん。3回の裏、滋賀学園高校の攻撃は1番キャッチャー杉本くん、キャッチャー杉本くん。4回の表、智弁学園岡山高校の攻撃は7番セカンド松本くん。4回の裏、滋賀学園高校の攻撃は2番ライト清家くん。ピッチャーの高橋恭成君に代わりまして脇本君、9番ピッチャー脇本君。回の表、智弁学園岡山高校の攻撃は3番レフト辻君。
回の裏、滋賀学園高校の攻撃は5番センター桜くん。6回の表、智弁学園和歌山高校の攻撃は7番セカンド松本君。6回の裏、滋賀学園高校の攻撃は9番ピッチャー脇本君。智弁学園和歌山高校の攻撃は4番サード花田君。Oh, my God.
7回の裏、滋賀学園高校の攻撃は4番ファースト岡田くん。センターのさくらくんがレフト、ピッチャーの脇本くんに代わりまして土田くん、5番レフトさくらくん、7番センター金城くん、9番ピッチャー土田くん、以上に代わります。8回の表、智弁学園和歌山高校の攻撃は9番ショート山田マレト君。代打トウセッバッターはトウセッ君。9回の表、智弁学園和歌山高校の攻撃は3番レフト藤田くん。Thank you.
学園和歌山高校、先ほど代打いたしました江島君に代わりまして中西君が入り、ピッチャー1番ピッチャー中西君。9回の裏、滋賀学園高校の攻撃は4番ファースト岡田君。ご覧のように4対0で智弁学園和歌山高校が勝ちました。ただいまから勝ちました智弁学園和歌山高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏し校旗の掲揚を行います。